どうもタブヤンです。ワールドスタジアム3、大阪近鉄バッファローズ第3戦はオリックス。さあオリックスの敵地に乗り込んで星野さん、私の苦手な星野さん、おっとこれは1回チャンスだよ。走ろうか、盗塁どうだ、成功。さあこれは3塁に塁をランナー進めたい。うーい、ボールよし、サードいった、送り成功。さあローズが外野フライで1点、ローズ決めてくれ。よっしゃ来たよ。これはちょっと浅いか、あ、イチローのバックホームで、よっしゃ、タッチの差でしたね、今危なかった。あ、イチローじゃないのかなこれ、センター。オッケー、小川さん、オリックスのメンバーは大体わかるもんね。ワールドスタジアム2で撮ってましたからね。さあピッチャーは赤星。オラオラオライ。大島。大島。オラオライ。大村のセンターに飛べば。アウトにできますよ。あ、イチロー3番か。イチロー、わお、うお、危ねえ、ギリギリ取れた。3番なんですね、イチロー。さあ幸先いいぞ、中村のり、中村フルスイングでいこう。星野さんに対してはやっぱりタイミングですからね、バッティングの。よしよし、星野さんスピードないからね、ボールの見極めはできるな。さあ次の球勝負だね。あー微妙、ど真ん中、あー打ち損じ、もったいねー。あ、ボール球振っちゃいけないよ。うん、立ち直っちゃったね。ニールか、ほらほらほら、キャッチ、ナイスキャッチ。藤井さん一発もあるよね。あー、やってもたー、ツーベース食らっちゃったよ。谷、おー、追っつけて打つバッティングだが、ツーアウト、あと一人、誰だ、小川さん前進守備だ。小川さん全身守備だねこれ。うわー、全身守備のとこ抜かれた、マジかー、見事に打たれましたね。いや悔しい、小川さんにしてやられましたよ。トンネル、マジか、打ち取ったのにな、ちょっとトンネルか。まあこういうこともあるよね、バッティングで取り返そう。さあキャッチャータブヤン、前の試合はね、あのレギュラー外れてましたけど。あー田口、そう、え、
田口壮セカンドなんだ。田口壮外野じゃないんだね。1番センター大村。ストライクは打っていくよ。ああ全部小川さんのとこに。なんだどうした、いて前出せん。さっきエラーしたからね、ちょっとビビってるよね。サード大島。あー取れない。3番やばい、赤堀が一郎。ほらほらい、一郎がなんぼのもんじゃい敵に回ると怖いね。よしよし、アウトコース、あーちゃーちゃーちゃー、ホームラン、あぶねー、やばいなこれ。ツーアウト。さっきヒット打たれてる藤井さん、よし打ち取った、落ち着いて、オッケー、まだまだ1点差ならわからんぜよ。武藤。田口壮セカンドもうまいね。3番ローズ、さっきは見事な外野フライ。ホームラン狙いでバッターボックス前に立とうか。力んじゃったね。やっぱセンターが一郎だね。はいはい。4番ファーストクラーク。振りそうになるけど。あらららららら、ら外野に飛ばないようになってきたね。6番レフト谷。おお、危ない危ない。谷はあれだね、右打ちがうまい。あー右打ちだけじゃない、うまいバッティングしますね。コンパクトな。7番ショート小川。ストライク入らない。ストライク先行でいきたいよね。あららら、ボール球全然振らないもんな、コンポが強いだと。三振は取れない感じですよね。このボールはと打てんでしょう。でもこれ、ああダメだ、連打されております。 DH 制なしですからね。ゲッツ、よっしゃー、勝つことに必死だぜ。オッケー、さあ一発のホームラン。中村のりがまた助けてくれるのか。さあ気持ちいいね。6番レフト磯部。うわー一郎足早い。おお、さすが一郎。7番セカンド水口。やばいなこれ、代打構成でいこうかな後半ね。1番セカンド田口。はいはい、
と風が吹いてますか。2番サード大島、セカンドバック、セカンドバック、よし。あ、一郎か、今日は打たしてないよ一郎。守備ではね苦労させられてるけど、おお、やられた。走ってくるか一郎。おお、ニールか。おっしゃ、さあ1点差、1点差。タブヤン、ホームランもいける。でも初ヒット、よっし、オッケー、初ヒットです。タブヤン足は速くありません。さあ代打構成でいこうか。誰が強いかってあんまり分かってないんですけどね。吉岡がいいとか言う、吉岡がでも調子悪いな。行ってみようか。代打吉岡。わーお、いいバッティング。アウトか、戻れー、タブヤン戻れー。よし、危ない危ない危ない。1番、いいバッティングでしたね。でも大村、大村つないでくれ。あー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 、ゲッツーかこれ。大村じゃあ初球から走れ。武藤、よっしゃ、なんとしても1点。武藤いけ、詰まりながらも、うそー、田口そうやるな。今の抜ければもう走ってたけどね、サードから。あ、でもその時はレーザービームでやられてたからな。中継ぎ行こうか。ピッチャー宇田か。どうだ、フォーク。あー、振らない。もう一丁フォーク。おお、詰まりながらも惜しい。間に合うか、よっしゃ。いや、一人アウトにするのが辛い。谷がなんか一番怖いバッターの気がするんだけどな。あの右に押っつけるバッティングね、これこれこれ、怖いね。あ、振らないね、やっぱり。よっしゃ、シュートを投げるとは思わなかったからね。よし、結構なんか打ち取る内野ゴロをね打たせることができるようになってきたね。その分敵のねピッチングもうまいんだよね。あー、やっぱりコンピューター強いは手ごわいかな。僕には無理かな。クラーク、でも負けてないんでね、この2試合。いて前打線。あ、単に後ろに下がってたのかな。そう、いて前打線、中村のり。あー、いい当たりなのに。1、2、2、行こう。宇田か、いいボール。よし、完全に打ち取った。いいよ。ピッチャー、ピッチャー星野さん続投か。あー、うまいバッティングだね。あー、間違った。田口3割6分あるんだよね。シュートを食らえ、よし、もう一球シュート。そして外に落とす、外に振らないな。
内角ストレート勝負。あー、うまいバッティング。外野ゴロならずか。おら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 、一度ピッチャー交代あれ、左ピッチャーいないんだ。右ばっかだね。そうなんだ、先発しかいないね。佐野で行こう。佐野ピッチャー佐野、うん、一度5割バッター、5割バッターを三振に取ったら気持ちいいだろうね。あー、外角外角、よっしゃー、三振取った。ヒット9本打たれてるのか。さあ星野さんの次、やっぱ星野さん苦手だったな。ピッチャー高橋、ボール見えてる。ああ、中途半端。オッケー、ついていけてるよ、このピッチャーには。よしよしよし、行こう。おい、ピッチャー交代？素早いね。どうしよう、ダイソー磯部の走力、あ、磯部足速いんだ、ごめんね間違ったわ。代打セカンドできる人いるのかなセカンドできる人いないねセカンドの代わりいないの、マジか。代打出せんやん。バントバント、よし、よし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 、おお、ピッチャー交代もう勝負と思っ分かってるんだね、ここが。さあタブヤン行こう。鈴木対タブヤン、ここはタブヤンに任すぞ。キャッチするんかい。おいおい、全員つぎ込んだぞ、ピッチャーすごいな。じゃあもうピッチャー変えよう、こっちも。山本和さん行こう。投げられないよ。いやー、抜けない、あれを止めるか。大村、初球ピッチャーだね。一球見るか。よー、フォアボール武藤ヒットなし、どうするショートか、スグロ、調子いいよ。代打出すか、武藤に。武藤の方が完全に守備がいいけどな。これは代打出せないね。満塁、得点取れず。
やばい、負ける。どうしようかな。抑えの切り札出すか、負け試合でも。ピッチャー大塚、投げ方がちょっと特徴あるね、大塚。うわー、5番ライト藤井。ピッチングのその投げる時ためがあるんだよね。これ絶対盗塁される投げ方じゃない、これ。インコースにちょっと外して、一球外そう。なんかインコース寄ってきてるよ。 OK。 7番ショート小川。フォークがめっちゃ落ちる。全部フォークでいいな、これ。ほら、来た。悪いね、本気出して。3番からか。ホームラン一発で同点だね。3番ライトローズ。ストレート思いっきりぶちかまそう。スローボールは捨てる。ダメだ、来ない。いや来ない、直球が来ない。来たー、三振。ボール球だった。4番あと2人、クラーク。あと1人。5番サード中村。なんだそれ。恥ずかしいわ。フルスイングで終わろうぜ、中村のり。試合終了でございます。負けちゃった、申し訳ありません。打線が火を吹かなかったね。これがアウェーの洗礼か。次回頑張ります。ホームに戻りたいな。それではまた、さよなら。